出雲市駅前から出雲大社に行こうと思います。多くの方はバスに乗られると思いますが、この奥から電車に乗るとちょっとお得なんです。 JR 出雲市駅前、出雲大社に向かう観光客の多くはここから出雲大社方面行きのバスを利用します。しかし市民も利用することから、出雲市によりますと一部のバスで密になっていると市民から不安の声が寄せられたとのこと。そこで電車というのはある程度空間が保てる乗り物なので、まあ、そちらの方にお客様を誘導して分散をすればある程度密が防げるのではなかろうかという発想で、公共交通機関は新型コロナの感染症対策を施していますが、市民の不安を解消するため、同じく出雲市駅と出雲大社を結ぶ一畑電車に観光客を分散させようということになりました。そこで考えたキャンペーンは、運賃の半額分を買い物券で還元するというもの。まず電鉄出雲市駅で出雲大社前駅までの乗車券を往復1000円で購入。こんにちは。こんにちは。新門通りおもてなし買い物券が欲しいんですが。あ、はい。そして出雲大社前駅に着いてから住所を証明するものと一緒に往復の切符を示せば、新門通りの店で使える500円分の買い物券がもらえます。このキャンペーンは平日のみで、対象は県外在住者限定です。多分お気づきにならずに片道でご利用された県外のお客様もいらっしゃると思いますので、お帰りの切符お買い求めいただければ、今回のお買い物券ご申請できるような体制は整えていければなというふうに思ってます。緊急事態宣言が出されている首都圏などからの観光客誘致は難しいですが、鳥取県民にとっては狙い目のキャンペーンと言えそうです。